ようこそ、コペルニクスホテルへ。皆様、はじめまして。私は、本日開業いたします、コペルニクスホテルの代表を務める、ホープ、和解、ライトと申します。大変意義深いこの日を、こうして無事に迎えることができ、格別の考えと感謝で胸がいっぱいです。まずは、開業へ向けてご尽力くださいましたすべての方々に対しまして、心より深く御礼申し上げます。 当館は、コペルニクスクレーター、上空1万メートルに浮かぶ、コペルニクスゲートウェイの B1 から17階にあり、愛情深く高品位なホスピタリティに根ざした、安らぎと優しさで、地球からお越しの皆様を大切にお迎えします。スタッフは皆、世界中の5つ星ホテルで長く研鑽を積んだ、スペシャリストです。ロビーやルーム、レストラン、バー、ラウンジ、ショップ、園庭なども、 同様にひるいなくスペシャルです。皆様におかれましては、これまで何世代にもわたって苦難に涙し、大切な命や尊厳を強いたげられてこられたことと存じます。そうした悲しみを当館で癒していただき、また、頭上で瞬くムーンガザでの、安全かつ安心する新生活へ向けたご準備を、少しでも多くお手伝いすることができましたら、この上なく幸せです。お困りなことがございましたら、 いつでもお近くのスタッフへお声掛けください。我々は最大限に配慮し、あらゆるご希望に応えることをお約束いたします。月歴13年を迎え、ムーンガサは新たなフェーズに入りました。資源の採掘生成、地球航路の拡充発展、 一般市民のための高級都市建設を主眼としたつくよみ計画に代わり、新たに指導したダーウィン計画の主軸は、難民の無償移住、人類の子孫繁栄、AI の月面生産、サイボーグの普及情勢です。これらのテーマは、月文明にとって非常に重要な課題であると同時に、地球文明への多大なる還元や、 火星進出の素地を養う革新的挑戦として世界中から高い注目を集めています。昨年末に開催されたつくよみフェスタの閉会式において改めて宣言されましたように難民の難民による難民のための月移住は今や机上の空論や絵に描いた持ちではなくなり現実の施策として求められる環境を十分に整えました。 ガザの難民キャンプで生まれ育った私としましても、恋焦がれ待ち望んだこの幕開けを、皆様と同じ気持ちで歓迎します。月文明が掲げる三つの基本理念、敬愛による慈しみ、共有による充実、非戦による安泰は、月移住に際しての絶対なる許諾要件ですが、母なる地球での暮らしにおいても、本来欠かすことのできないものです。 様々な要因から得ることのできなかったこれらを、ここムーンガザで実現される皆様は、今も過酷な状況下で生きている多くの人民、AI、サイボーグにとって希望であり目標です。全ての存在が愛してやまない地球と月の文明を、これまでになく新しい価値観で再構築し、遠からず火星への一歩を踏み出すであろう皆様へ。 ご健康とご多幸を心からお祈りしますとともに、その栄気を当館で温めてください。我々は最大限に配慮し、あらゆるサービスをお届けすることをお約束いたします。それでは、どうぞごゆるりとおくつろぎください。ME13 年1月1日コペルニクスホテル代表ホープ和解ライト